スーパーバンタム級ノックアウトルール3分5ラウンドです。解説席では江畑瑠衣選手が見つめています。さあいかがですか。いや楽しみな試合ですね。あの両方とも同じ階級ですし、小笠原選手もそう双子のサオエイクも、はい、対戦する可能性あるので、まあ、このサオエイクの、はい、双子の弟サオトウは、はい、お兄様と試合して、はい、同じタイプなんでしょうか。どうなんでしょうか。そうですね、2人ともタイでは試合見てるんですけど、はい、サオエイクの方がもう少し結構硬いイメージはあったんですけど、ね、はい、サオトウの方が柔らかく戦うイメージがあって、ええ、どういう風に修正してくるか、まあね、はい、日本の試合は初めてなので。そうなんですよ、はい、海外での試合は初めてで、小笠原のことは全く知らないと、はい、知らなくてもいい、勝つのは私だからというかなり自信に満ち溢れたコメントを出しています。まあ、シェイタさん、やっぱり、はい、小笠原にとっては本当に勝てる、確実に勝てる相手ではないですからね。もうやばい相手ですもん。いや本当にちょっと勝率で言ったらもしかしたらちょっと不利なぐらいの強敵ですね、うん、小笠原選手本人もねやっぱり認めてまして、結局その誰が見ても勝てる相手とやっても意味がない、うん、勝てないんじゃないかと思える相手に勝ってこその復活なんだ、はい、まあ、自分の価値を上げるっていうのはそういうことなんですけどね。ただの、まあ、江畑瑠衣選手の、まあ、お兄さんの宇月選手とサオトウの試合を見たんですけど、ええ、本当に日本人が勝ちにくいタイプでした。サオトウは勝ちにくいっていうのはどういうことでしょう、はい、1ラウンド宇月選手が本当にいい、まあ、左ボディとかすごいいい攻撃を出して、はい、あれこれ宇月選手取るんじゃないかと思ったんですけど、ええ、そこからもう徹底的に距離を潰してきたんですよね。距離潰して肘を狙うっていう日本人がやられると一番苦手なやり方を、まあ、してきた。だから本当にこう蹴り合い、打ち合い、パンチの打ち合いみたいなことはもう全くやってこなかったんですね、2ラウンド以降は。どうですか、江畑瑠衣選手は、はい、想定はされてたんですか。そうですね、想定してましたけど、やっぱりさすがの試合運びでしたね、はい、じゃあこのサオエイクは同じような戦い方をしてくるかどうか。はい、ちょっとね、だから1ラウンド多分、まあ、もっと栄作選手僕行くと思ってたんですけど、栄作選手が攻撃を攻勢を強めると多分また同じパターンにしてくるのかなっていうのがちょっと予想ではあったんですけどね。まあ、小笠原選手もですね、まあ、今回、まあ、タイ人とは7戦無敗ということで負けたことがないので特別タイ人に苦手意識はないと言ってましたし、まあ、前回ちょっとバカ正直に行き過ぎたという自己分析をしているみたいですね。そうですね、はい、良い意味でのずる賢さというものを見せたいとこの試合に向けて語っていました。さあそれはどうなるのか。栄作選手は本当にラジャダマンスタジアムでも KO 勝ちして、はい、もうその場ですぐプロモーターからタイトルマッチやらないかって言われたぐらい本当に評価が高いんですよね、なので苦手意識がないというのはそうだと思います。さあ第1ラウンド終了です。さあ第1ラウンド終了しましたが、会長、はい、いかがですか。相変わらず早いですね。ああ小笠原選手、うん、当てるの横に回ってね、当てていくのそこまでのコンビネーションを完結させるのがうまいですよね、はい、でこの多分初めてご覧になると思うんです、サオエイク、はい、まだちょっと蹴りがね、なんか足が縮こまっちゃって伸びてないですよね、蹴りが。で組んでってるんだけど、栄作君が、まあ、足広めて腰落としちゃって防いでるって、ね、まだちょっとよく、まだちょっとわからない。今だから職業キックボクサーじゃない、ムエタイじゃないですか、はい、相手のあれを読んでると思うんですよね。分析中です。パンチャン選手いかがですか。エバタルイ選手と戦ったのってサオトウと、サオトウク選手です。やっぱ実際見てたんですけどに比べて体がやっぱ小さいですよね。サオエイク選手の方が細いなって感じましたね。でもやっぱ3ラウンドから出てきたので、エバタ選手の時も3ラウンドからが強いのかなと思います、ね、さあオープンシステム第1ラウンドは3人のジャッジが10対10イーブンとなっています。差はついていません。さあ小笠原が変わらず前に出て、おお、ハイキック。
サオエク、ボディからローへ、まあ、非常に多彩に攻めていくのが小笠原です。スピードを生かしています。でも確かに小笠原選手も勇気を持って、まあ、バンバン攻めていくんですが、そうですね、なんか不気味さはありますね。ありますね。あのやっぱりあと栄作選手の場合本当攻撃型、超攻撃型なので、はい、もらうのがちょっと怖いなっていうのが。そうなんです。まあ、小笠原栄作、それこそこの後楽園での江端選手との試合もそうでしたが、そうですね、はい、強烈なカウンターをもらってノックアウト負けを喫しています。江端瑠衣選手にしてもどうですか、その攻め攻めのタイプっていうのはやりやすいんですか。ですね、荒が見えやすいっていうのもあるんですけど、ええ、でも小笠原選手のいいところはここなので、なるほど、やっぱ 1,2,3 ぐらいでどれだけ痛い目つけられるかが、はい、今回勝負。これ肘ですね。肘です、はい、いや怖っ、これは怖い、狙ってましたね。狙ってましたね。左のローンですけどね。はい。左の肘を。ああ。いや、シエタさんちょっと恐れていたことがですね。そうですね。はい。ああ、なんか何も考えてなさそうに見えて、もうあの瞬間はやっぱもう第一ラウンドでインプットされてたんですね。会長がねおっしゃった通り、多分インターバルぐらいで多分分析して、でセコンドもしっかりと指示を出ますね。はい。さあこうなってくると、まあでもまあ、まだ第2ラウンドということでね、焦る気持ちはあるかもしれませんが、まあ、きっちりと、はい、そんなに見てる限りダメージはない感じはしますね、はい、これは強いぞ、サオエク、小笠原やられた、立ち上がれない、立ち上がれない、小笠原立ち上がれない、ノックアウト、勝者サオエク、シットシェフ、118戦121勝、伊達ではありません。いやーちょっとこれ今ミドルが出ますね。映像出ますね。あー、はい、まあ、はいというか顎のあたり、すねで当たってますね。すねですか、膝、すね、すねで顎当たってますね。あの軌道のキックっていうのはどうなんですか、江端選手。いやー見えないですよ。でも小笠原選手開く癖があるんですよ、はい、パンチ打つ時にこうだから正面からの攻撃は見えないんですよ彼で。小笠原選手その僕もストレートで倒しましたけど、彼も今サオエイクも真正面からのハイキックだったんで見えなかったんですよね。いやー点を、そっか、下から打ち上げましたね、ハイキックを、ね、外側からというよりかは。いやなんという残酷な結果、でもこれが格闘技です、これがキックボクシングです。まあある意味でも吉田さん、はい、サオエクが下馬評通りの強さを見せてくれたと言いますか。そうですね、はい、テクニシャンだっていう話もあったので、結構ああいうところですよね、きっと。そうですね、はい、サオエクの強さっていうのは、いやー小笠原にとってはあまりにも過酷な現実となりました。新生ノックアウトにおいて連敗、また江端瑠衣選手の道というものが遠ざかりました。でも強き者がしっかりとその強さを発揮し結果を残す、これもまた格闘技においての醍醐味です。その醍醐味というものをこのサオエク選手は見せてくれました。ちょっとサオエク対エバタルイ見たいですね。お、いや本当に、はい、ちょっと、まあ、まだパッと見た感じで、戦えばもし戦わばどういうイメージがありますか。僕はサオトウ選手とムツキがやった時から僕はツインズ対決をやりたいと思ってたので、はい、サオエク選手は僕と同じ階級だったので、ずっとやりたいと思ってたので、はい、こういう形で結果残して、はい、まあ、次は僕かなと